新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが5月8日以降季節性インフルエンザと同じ5類に移行することを受け県はきょう対策本部会議を開き移行後の方針を決めました感染法上の取り扱いが5類に引き下げられることでこれまで患者を発熱外来などで対応してきましたが一般の医療機関で診療や入院の受け入れが可能になります 県の新たな方針は国の方針に沿ったもので5月8日以降の外来・検査は季節性インフルエンザと同様に幅広い医療機関で対応するほか当面の間は一定数の新型コロナ対応病床を確保し入院患者を受け入れる体制を維持するとしていますまた軽症者などを受け入れていた宿泊療養施設の運用を終了 日々の感染状況の発表や、飲食店・宿泊施設の認証制度は廃止する方針です。県は、国の方針も踏まえて、詳しい対応については今後検討を進めるとしています。また、県医師会は今日定例の記者会見を開き、新型コロナやインフルエンザの流行は収まりつつあるものの、感染対策は欠かさないよう県民に呼びかけました。 そして5類移行はこれまで国が全額負担していた検査や診療、入院に患者本人の費用負担が発生することから物価高も影響して病院に行かない人が出るかもしれないという懸念を示しましたそれにより感染が蔓延する可能性もあるとして自分を守るために感染予防策を徹底し感染した場合は早い段階での受診をお願いしたいと呼びかけました。